立位大前屈でーす。立位大前屈とは、まあ、私ちょうど大前屈っていうやり方で学生の頃やってたんだけど、うんうんうん、まあこの伸びだね、どこまで伸びることができるかっていうのを測定していきたいと思います、うん、じゃあまずどっちからいく？シャミヒコリク、私からじゃあ行きたいと思います。ちなみに私ね、うん、そのこの座ってやるバードのバージョンのバードの長座大前屈の時はね、学年2位取ったことあるよ。へえ、でも久しぶりだから緊張する。じゃあ行きまーす。あ、結構いく結構いく。待って、これねゼロがね、あ、怖い、痛い痛い痛い、早く早く、はい、痛い。ここにあのね、このね、そうこいつのやつが長すぎて箱よりも長くて測りづらい。一回ここ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 からゼロだから、うん、15、16、17.5センチぐらい。お、17.5センチでした。が、これはどれぐらいなんだ。平均は分かんないけど、あ、足がフラフラする。でも結構行ったね。私一応クラシックバレエをたまーに行ってるっていう、うん、まだまだ行ってたんだ。たまーに行ってるっていうのがあるので、うん、はい、ということでじゃあそのまま行ってみましょうか。はい、よし、私ねマイナスを叩き出す。いやでも言うてダンスやってる人ですから行けますよ。これマイナスを叩き出しますよ。そのままの挑戦です、どうぞ。チリ、えちょっとふざけないで。いやなんかね、最近ね、もう全然しゃべったのかな。まだいける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 。忘れた。あ、ほんとゼロになっちゃう、ちょっと待って。あ、でもね、ここ、あ、今ゼロがぴったり。あ、でもゼロがちょっと進んでる。あ、いいよいいよいいよ、今ここだから。いや、もう声が限界ですよ。オッケー、じゃあ話してください。はい、失礼します。よいしょ、なんとジャンプ2センチ。はい、ということで一人の結果は、え、私が 17.5センチ、そしてスワがぴったり2センチということになりました。はい、まあね、柔軟性は努力ですから、これから頑張っていきましょうよ。でもカチカチですからね、難しいね。まあでもちょっとずつお風呂上がりにねストレッチとかしていくと変わりますので、また次の測定までに頑張りましょう。はい。